森城は長野県大町市に存在した日本の城。木崎湖半に位置し、城の北部と東部を湖、西部を沼地に囲まれた半島状の地形を利用した城である。木崎湖の北岸に西無市の祖先といわれる安倍氏にちなんだ地名が存在することなどから、追記時期は古代にまで遡るとの説もあるが、詳細は不明である。平安時代後期には、 西名氏が、安住国一帯の国人領主となり、大町周辺の荘園、西名荘や伊勢神宮領の西名三國屋を支配していたが、市内の間の内二間を築くと、この城は小詰めの城としての役割を果たした。さらに、鎌倉時代には、天正寺館に移り、大町市街地の原型となる市条町を形成した。上級の乱で西名森島が没落すると、 安倍氏の居城となったが、1233年、鎌倉幕府の命を受けた、木曽義仲の次男、木曽義重が、森城を攻め、城主の安倍忠隆を追放した。戦国時代に入り西名森政が、甲斐の国の武田信玄に討たれたことにより西名氏の、政党は途絶え、信玄は、蜜夫である森信に、西名氏の名跡を継がせた。信玄は、 越後国の上杉謙信に対する軍事上の重要拠点としてこの城をみなして森信を配置し城郭を改修させた。1582年の武田氏滅亡後の天正神後の乱に際してこの地を治めた小笠原城京も上杉影勝に対する軍事上の拠点とみなして破兵したと記録されている。本丸跡には西なしや 明治時代以降の戦没者を祀る西名神社が営まれており、境内の一角には西名森島の懸賞碑や古い塚などが残されている。また城の北端にある本丸から一段低い土地には安倍神社があり、西名氏の祖先とされ、大和時代からの古代氏族である安倍氏が祀られている。一説によると、平安時代後期の前9年の役を戦った安倍貞と 安倍宗党の親子が祀られているとも伝えられるが、おこたりであるとの指摘もある。ありがとうございます。